よろしいでしょうか。どうぞ。職場の悪口とか嫌味とか気にしない方法はありますか。うん、おいいテーマですね。職場の悪口嫌味気にしないこれはあるんですけども、これストレスマネジメントの世界でスルースキルっていう言葉あるんですよ。今日はこれがいいかなと思うんですけど、はい、スルースキルって聞いたことあります？ないですね。なあんま聞いたことないですよね、はい、これ実はすごくて、スルースキルってネットで検索するとネットの記事1300万件も出てくるんですよ。でそれよりも大きい概念であるストレスマネジメントで1400万件なので、ほぼ同じぐらいの数出てくる。だからスルースキルっていうのは、まあ、かなり今いろんな方が今気にされてるということね、うん、それはなぜかっていうのも後で解説しますけど、まあ、スルースキルとは何かというと、まあ、スルーするスキルですよ。で韻を踏んでて面白いですよね。スルーするスキルなんです。要するに自分にとってストレスや不安となる言葉を溜め込まずにスルーする、この右から来たものを左に受け流すみたいな、ムーディー勝山さんみたいなあのやつですよ。この受け流すスキル、これをスルースキルですね。で気にしない、まあ、そういった本スルースキルしましょうって、まあ、今本がすごく売れていて、まあ、だから今これだけキーワードがヒットしてるんだと思うんですけど、例えば反応しない練習っていう本があるんですよ。ベストセラーになりましたけど、これ草薙龍心さんっていう方で、どこの宗派にも属してない僧侶の方が書かれた本とか、だから自分にとってストレスや不安となる言葉や情報を自分の中に溜め込まず上手に受け流す能力、これスルースキルですね。今日の職場の悪口とか嫌味とか気にしない方法の、まあ、アンサーとして、そのスルースキルを実際やる3つのステップっていうのをお伝えしたいと思います。はい、ここからが本題です。スルーをしていく、いいですよね。自分の中で、まあ、あんま気にせずに悪口とか嫌味とか流せるようになったら素敵ですもんね、はい、これやっぱ一個ずつイラッとかってカチンとか何よってなるともうストレス溜まってしょうがないですもんね。なのでそのためにスルースキルをやる3つのステップっていうのをご紹介するんです。でそれは何かというと、まずステップ1、これスタンスで、ステップ2、セパレートで、ステップ3、実際スルー、このスタンス、セパレート、スルーってこの段階で実際スルーをしていくってことなんですね。これ解説しますね。まず1個目、ステップ1、スタンス、これは何かというと、まずスルーする軸を決めるわけですよ。だって全部スルーしてたら大事なものすら取りこぼしそうな気しません？ね、何でもスルーみたいな、本当に聞いてないだろうみたいになるしね。だから要するに何をもってスルーするかしないか、そのスタンスを決めましょう。これが一番最初なんですよ。当社の例で言えば、例えばですけど、トスクルに公明正大っていう行動指針があるんです。で公明正大ってこうオープンにってことですね。陰口とか悪口、これは言っちゃいけないってことではないんですよ。悪口を言うなら本人に言えと、面と向かって公明正大に、で本人に言えないんだったら言うな、こういう公明正大という行動指針があるんですね。これがいわゆるスタンスです。だからこれに合わせてスルーするかしないかって決めるんですね。だから例えばですけど、全然違うところでこう経営者の集まりがあってね、誰かが誰かの悪口を言ってたとする、それは本人が当事者がいないわけで、であればそれが入ってきても、へえそうなんですねぐらいでスルーですよ私は。けど面と向かって言われたらね、ありがとうございますって受け止める、この軸ですよね。例えば嫌味を言われたらどうかって考えると、どうなんですかね、こうテーブル拭いてて誰か拭きながらですね、ああもうちょっと早く準備してくれたらな、こんなバタバタしないのになみたいで、なんかボソって言われたとするじゃないですか。そしたらこれを嫌味とするか入れるかスルーするかもやっぱ軸次第で、早く準備した方がバタバタせずにみんなのためになるんであれば、その嫌味も受け入れた方がいいですよね。だけどもう早くでき準備できないのっぴきならぬ事情があるんであれば、もうどうしようもないから、あ頑張りますって言ってなんとなくこうスルーすると、そうだから自分にとって受け入れた方が良い言葉は入れるし、入れてもしょうがないものは入れない。なんでこんなんがいいですかね、あの何々さんは東大出てらっしゃるんですから、このぐらいはできますよね、これも入れるか入れないか、そうだ俺は東大に出てるからこのぐらいはできるはずだって思った方が自分のためになるんであれば、頑張りますと受け入れるし、いや東大とこの件関係ないでしょと、どう見ても成功性ありませんよね、ならばスルーですよ、うん、
だから事案によって違います、軸によって違いますよね、スルーするかどうか。だからまずステップ1の スタンスを決めるっていうこと、まあほぼねこれがもうメインなんですよ。で実際そのスタンスによって2つ目のセパレート、セパレートっていうのはさっきみたいに分けるっていうこと。だから入ってきたものをこっちする、こっちするしないって、2つ目セパレートして、3つ目のステップで実際スルーすると、スタンス、セパレートしてスルーすると、これがスルースキルの3つのステップっていうことなんです。なので自分に生きる嫌味、これはスルーしないで、自分に生きない嫌味、これはスルーする、これを持っとくと分かりやすいんですよね。ですから一度何を取り入れて何をスルーするか、これをね軸を決めてみると、ストレスマネジメントに対して一段違う風景が見えてくるんじゃないかと思います。はい、今日のまとめになります。悪口、嫌味、それを言われてやっぱり嫌な気持ちになると思うんです。でも嫌かどうかではなくて生きるかどうか、そこでジャッジをしていくと。そうすると必要なものは自分に取り入れ、いらないものは流せるって、自分にとって一番いいこう未来が開けるんじゃないかと思います。ぜひスルーするスキル3つのステップ、スタンス、セパレート、スルーやってみてください。こちらのチャンネルではコミュニケーションに特化したトレーニングメソッドを提供しております。ぜひチャンネル登録していただいて一緒にコミュニケーション能力高めていきましょう。そして新刊が出ております。説明の一流二流三流、多くの方に今手に取っていただいてます。書店さんにも多く並んでおりますので、ぜひ手に取ってみてみてください。そして、何か、コメント等あればですね、コメント欄書き込んでいただいて、皆さんのお声もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。